それでは本日の講演内容をお知らせいたします。まず12時30分より神奈川学院高等学校和太鼓部あかつきによる若さあふれる力強い和太鼓演奏を、午後1時40分より松東高等学校吹奏楽部による心に響くアンサンブルコンサートを、以上全2公演の開催を予定しております。開催時間は定刻